あいつはイタチは犠牲になったんだ。木ノ葉に古くか。俺とお前は唯一無二の兄弟。いかに心を閉ざし修羅と化したイタチでも、ただ一人弟だけは殺せなと。お前の越えるべき壁として俺はお前と。あいつにとってお前の命は里よりも重かったのだ。許せ、サスケ。これで最後だ。ないものは、こんなにもかも、すべて。それなのに、この葉、お前らがイタチの命と引き換えに笑っているのなら、俺はその笑いを、悲鳴とうめきに変えてやる。サスケ、お前が俺の邪魔をするのなら、まずは俺の痛みを知れ、俺の渇きを、俺の怒りを。いつまで俺にこだわるつもりだ。失せろ。いい加減諦めたらどうだ、ナルト。サスケ、お前は。任務開始。ナルト、今さらお前が何を言おうと俺は変わらねえ。俺はお前も里の奴らも一人残らず全員潰す。行き着くところお前の選択は、俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかもならねえ。そのどっちでもねえよ俺は。祈りなよ。こいつ、ほら。俺はお前とのつながりを守ってみせる。俺は木ノ葉を潰す。そして打ち葉を再興する。くらえ。
俺はお前とのつながりを守ってみせる。サスケ、お前がどんだけ心を閉ざしても俺は。この一戦で答えを見つける。お前らはもういい。ここで俺が消してやる。つながりがなんだ。お前らぬるいんだよ。俺はお前とのつながりを守ってみせる。つながりがなんだ。お前らぬるいんだよ。ガトン、高火球の術。この一戦で答えを見つける。ガトン、高火球の術。つながりがなんだ。お前らはぬるいんだよ。サスケ、任務達成。万華鏡シャリンガンを使いすぎたか。帰って休めと言ったはずだが。まだな。キュービか。こいつらとはちゃんとした場を設けてやる。サスケ、行くぞ。待て。うん？サスケ、さっきのお前と俺が戦い、二人とも、お前が木の葉に攻めてくれや、憎しみはそれまで取っとけ。お前の憎しみを受けてやれんのは、その役目は俺にしかで、俺もお前の憎しみを背負って。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。お前と分かり合うには一筋縄じゃいかねえって初めて会った時から分かってた。拳で分かり合うのがお前とのやり方なのは間違いねえ。俺はまだ。俺は変わりはしねえ。死ぬ気もねえ。死ぬのはお前だ。もういい、ナルト。お前には火影になるって大切な夢がある。仲間一人救えねえやつが火影になんてなれるかよ。サスケとは
ナルト。いいだろ。俺ってば。話は済んだようだな。まだだ。後で話が。話とは何だ？イタチの目をもらう。やっとその気になったか。サノーの使いすぎだな。すぐに移植してくれ。しかし急だな。どうしたというのだ？俺は全力でナルトを潰す。そして、それだけだ。Thank you.
でだよ。なんでそんな風になっちまったんだよ、お前は。なんでだ、なんでそこまでして俺に。俺にとっちゃやっとでき、お前にはほかげになるっていう夢があるんじゃなかったか。仲間一人救えねえやつがほかげになんてなれるかよ。俺もお前の憎しみを背負って一緒に死んでやる。何なんだてめえ、なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。どうした、痛むのか。いや。ん？ナルト、あくまで邪魔をするのなら俺はお前を潰すだけだ。俺の憎しみに沈めてやる。俺の痛み。必ずな。復讐のために内葉サスケの意志は何も変わらず、復讐を望み憎しみに震える。いかに時が経とうともその意は微塵も揺らぐことなく、ただひたすらに時を睨み、そしていつもと同じく、少年は怒りを抱く。厳しく、ただ厳しく、風が空に散った。その先にある道に向けて、内葉サスケの歩みは心より加速する。ナルテベッドインパクト。